京にいる時からなんか田舎暮らしにすごい憧れてて、都会でずっと住みたくないと思っていて、同じだで将来はなんか自然の多いところに住みたいと思ってて、でいろんなとこ旅行、日本全国いろいろ旅行してた時に、奄美に来た時になんかすごく気に入ってしまって、で移住してきたんです。最初はなぜに1年間住んだんですね。でもなぜだとなんか東京とあんま変わらないというか、タヤとか須藤とかがあって、ね、せっかく奄美に来たのに、あんまり都会と変わらないような暮らしだったので、なんかちょっと物足りないと思って、宿利浜のホテルに転職をして、でそこで働いていく上で家も見つけて、で良かったです。なんかもう裏の畑のなんか大根とかレタスとか、なんかそんなのも裏のおじちゃんがもう好きな時食べていいからねってなんか言ってくれたりとか、家帰ってきたらなんか玄関にそう野菜がこう置いてあったりとか、なんか釣り好きのおじちゃんとかがなんか釣った魚をちゃんとさばいて刺身にしてこうお皿に乗せた状刺身盛りの状態で持ってきてくれたりとかしてね。とりあえず何もなんていうかな、その空き家のまま状態どうぞっていう感じだと、直すなら自分で直してっていう感じだったので、まず床が抜けてて、豪雨があったみたいで一回水が床上浸水したみたいで、その床上浸水した時の泥もそのまま、まあ、世話してくれるちょっと近所のおじちゃんみたいな人とか、その人のなんかまた友達とかがみんな3人ぐらいでなんかその泥を高圧洗浄機で洗ってくれて、またなんかコンパネとかを買ってきてくれて、貼ってくれて、住める状態になんかしてくれたんですよ。でも私はもう材料費しか払ってなくて、その大工代はもう家賃はいらないから、その仮集落のことをちゃんとしてくれて、婦人会の行事もちゃんと出てくれたらいいよっていう親さんだったので、ただで済ましてもらって超婦人会はでも結構貢献しましたね。なんか忘年祭の時いつも婦人会で踊りするんですけど、その踊りも出たし、あとはその浴衣みたいに着るんですけど、その着付けもちょっと私習ってたんで、みんなを着付けたりとか。それいいな。でも家賃をやっぱ渡してなかったから、結局そのやっぱ大家さんが他に貸したい人ができたら、他の人に貸すから悪いけどみたいな感じで、島の人と結婚してるから、結局島の人のお家の集落に住むものってその大家さんも思ってたんで、でたまたまその時アイターンで来たいっていう人がいて、周りの人からなんかその私の住んでるお家を貸してあげなさいみたいに周りから頼まれてたみたいだったので、やっぱりその家賃を払っていれば少しは交渉ができたのかなっていうところはそこはありますよね。ここはもう区長さんに掛け合って、区長さんをまず紹介してもらって、区長さんに家がないですかっていうこと、持ち主が島にいなかったりとかすると、その地元にいるその親戚の人がいいって言っても、結局その持ち主がダメっていうと借りれなかったりとか、結構その家探しの苦労みたいな、ここもなんかもうセルフビルドな感じで、主人 の, あのお父さんが全部板とか貼り直して直してくれたんですけど、そこも結構直さないと住めないような感じのところではあったんですけど、その転勤で徳之島に4年間行ってて、今年の3月に帰ってきたんですけど、徳之島にいる間にあの家を探そうってなった時も、こう貸してもいいよみたいな家があったので、ちょっと帰省したついでに店に行ったんですけど、まだなんかその持ち主のお父さんに直接なんか了解を得てなかったみたいで、お父さんがそれを知らなくって、で結局また数日後にお父さんちょっと貸さないって言うからダメってなって。